西井塾です。今回はですね、前回に続いておすすめのサッカーアイテムをやっていきたいなと思います。前回のこの動画でベスト5を上げてったんですけども、今日やるのはもうこのね、ベスト5にも惜しくも入らなかったんですけど、もう本当にほぼ同レベル、もうほぼ同率、個人的には入れたかったものがあと2つだけあるので、今日はその2つ番外編で紹介していきたいなと思います。早速1つ目なんですけど、1つ目はこいつです。ちょっと見てわかりますかね。ストレッチボードっていうやつですね。前回からかなりケア商品ですよね、体のケアをする商品をいっぱい紹介してます。その理由はサッカーって用具1個で一気に変わるってことは実際あまりなくて、やっぱり体の本質から変えていかなきゃいけない、ケアをしたり強化したりっていうところがすごい大事になってきます。だからその商品のまた一つ、ストレッチボードです。こういうのよく見たことあるんじゃないですかね。まあいわゆるストレッチする器具なんですけど、使い方はめっちゃ簡単で、もうこの上に乗って前屈をしていくというだけなんですね。それだけでハムストリングだったりふくらはぎの筋肉は伸ばしていけるというめちゃめちゃおすすめなアイテムです。これをする上ですごく大切なことが、やっぱり骨盤をちょっと前傾させてあげるってことが僕の中ではすごい大切です。前傾させたままあまり降りられないんであれば、もうそれが限界値なので、そこでゆっくり伸ばしてあげればいいと思います。下に届かないがゆえに、僕もそうなんですけど、骨盤を後傾させて下にグイッグイッグイッってやっても、それは伸びてるような感じはするんですけど、実際伸びてなかったり無駄に体に負担かかってるだけなんで、まずは骨盤を前傾しっかりさせて前屈ができるようにちょっとトライしてみてください。前傾はこんな感じです。いわゆるちょっとお尻がプリってなってる感じですね。後傾は逆、ダラーンってちょっとお尻がしちゃってるような、こっちが後傾。後傾はあまり良くないんで前傾でやってみてください。でこの商品ね、僕は結構朝起きて歯磨きながら乗ったりとか、お風呂上がりに乗ったりとか、そういう使い方をするんですけど、見てわかる通り、ここにね、ここに高さを調節できるストッパーがあるんで、結構高さ変わるんですよ。こんな感じでドン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 って高さを変えられるんで、体の硬い人から体の柔らかい人まで自分に適切な角度で伸ばすことができるんで、これはめちゃめちゃおすすめです。そして膝をしっかりまっすぐ伸ばして前傾させて伸ばすと、基本的にはハムストリングだったり、僕の場合体がちょっと硬いんで膝の裏側だったりその辺が伸びます。ハムストリングの時の内側あたりが伸びます。ふくらはぎの付け根だったりアキレス腱の付近の方を伸ばしたければ、膝を曲げてぐーっと下にかがむと、すごい下の方ですね、ふくらはぎの下部がこうやってやると伸びます。これはすごく背面ですね、後ろ側伸ばすのにおすすめの器具です。なかなかね、持ち運びっていう点では難しいんですけど、家でケアする上ではこれはすごいおすすめなんですよね。で値段もこれはリンドバーグっていうねところから買ってて、安いんですよ。そんなに高くなかったんで、まあちょっと調べてみてください。いろんなメーカーあると思うんですけど、このリンドバーグはここにかかとの滑り止めついたり、ここに高さ調節結構簡単にできたりとかっていう風に使い勝手いいし、僕も買ってこれ10年近く経つんですけど、今まで持ってるんで長持ちもしてるんで、ぜひねストレッチに困っている方はこいつもおすすめなんで使ってみてください。今や紹介したストレッチボードは角度いっぱいつけれるんですけど、まあ無理な角度でやっても意味ないんで、自分のゆっくりギリギリでできるような角度でゆっくり伸ばしていくのがおすすめです。次は2点目ですね。今日最後2点目はちょっと今ね商品ないんですけども、こちらです。ポン、ちょっと今ここで画像で出てると思うんですけど、ミズノのゼログライドカップっていうインソールですね、中敷きです。僕なぜ今手元にないかというと、単純に最近履いてて破けちゃったんで今なくなってます。ただこれずっと僕スパイクに入れて履いてます。結構動画でも紹介してるんですけど、このインソール何がいいかというと、もうね表面がザラザラしてて中で全然足滑んないんですね。前回の動画で紹介したトゥルソックス、これも靴下と自分の足が中で動かないような感覚なんですけど、このインソールは靴下自体とスパイクがより密着して、もうスパイクと足がピタッとね密着するようなものになってます。ただねオーダーメイドのインソールとかを作ってる方はなかなか使えないと思うんですけども、そういう滑りが気になるとかって人はぜひ一度試してほしい商品になってます。これはね僕も店員さんに勧められてやったんですけど、めっちゃ良かったんですよ。本当に滑んないし、別にもうトゥルーソックスなしでも普通のソックスでもこいつ使ったらもういけるんじゃないかっていうぐらいおすすめの商品です。ミズノのスパイクはモナルシータとかはこれ純正でそのままついてると思うんで、モナルシータ持ってる方はこの良さ分かってるんじゃないかなと思うんですけど、モレリアだったり他のスパイクには付いてないんで、ぜひ
滑りが気になる方はこのインソール安いんで、ぜひ一回試してください。ソックスとかね、買って高いよりこっちの方が安くて長持ちするんで、絶対こっちの方が僕はまずおすすめなんで、靴の中でのズレとかそういうのが気になる方はぜひ一回これ試してみてください。ちょっと面倒くさいのは、中で自分のサイズに合わせてカットしたりしなきゃいけないこともあると思うんで、まあその辺は店員さんと相談しながら、店員さんによってやってくれたりとかもあったりする店もあると思うんで、僕は店員さんに切ってもらったんで、そういうのもうまく活用しながら自分のパフォーマンスアップにつなげていってくれたらなと思います。こんな感じで今回はおすすめのサッカーアイテムを、前回入らなかった番外編2つ紹介していったんですけど、冒頭でも言ったんですけども、この商品1個でパフォーマンスが一気に劇的に変わるってことはまずないですよね。ただやっぱりストレッチとかトレーニングというのは、特に継続さえできれば徐々に体が変わって、気づけば今までできなかったプレーができたり、可動域が広くなったりっていう風にちょっとずつ変化していくんで、ぜひね、気になった方は一回試してみてください。ストレッチボードなんかは体育館だったりトレーニングルームに結構あったりすることもあるんで、一回試してみていいなと思ったら家でも使えるように買ってみてもいいかなと思います。インソールはね、もう本当に手軽に使えるんで、軽く試してくれたらなと思っています。もしゼログラムカップ使っている方は、まあ、これいいよねとかあればね、ぜひいいねとかコメントとかくれたら嬉しいです。こんな感じで今回の動画は終わってきます。全部で前回と含めて7点サッカーアイテム紹介してるんで、もし気になったものがある方はぜひ購入してみてくれたら嬉しいです。今回の動画が良ければチャンネル登録、そして高評価、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それでは。